にちは。これはパジャマなんですけど、パジャマなんですけど、なんかまあクリスマスっぽいかな、ちょっといいかなとか思って、クリスマスです。こんにちは。ちょっととりあえず昼の部ですね、あの後でもう一回し、もう二回ぐらいします。今日めっちゃしようって思ったから、ありかさんありがとうございます、プレゼント。たーくんさんプレゼントありがとうございます。こんにちは、クリスマスです。とりあえず朝昼的な感じで、ね、今しようかなって思って、あの家族、お母さんお父さんやけど、あの二人にも言わずに勝手に始めました。こんにちは。でそこそこ寒いです。ちょっとだけね、寒い。ちゃんとクリスマスも添えて、ツリーも添えて、かわいい。まんちゃんが、あ、そう、プレゼントをね、渡したんです。卒業まで多分もらえないから、はんちゃん、私、あ、その3のメール取ってなかったから、はんちゃんに送ってもらった。こんにちは、こんばんはじゃない、こんにちはかな、まだ全然こんにちはだよね。こんにちは。まあ昼だからちょっとのんびり、今日今は何もせずにやろうかなって感じですね。なんかまさかサンタさん来ましたかとか言ったけど、まあ、私の年齢的にサンタさんはもう来ないです。なんかもうサンタさんっていうのはあのもういらないから、お母さんに普通にプレゼント買ってもらいました。なんかでも前にメールにもしたことがあって、あのお財布をね買ってもらったんです。かわいいかわいい財布を。ちょっと待っててくださいね。お財布を買ってもらってたんです。そうね、財布をね、めっちゃ前、ん12月の始まりぐらいにお母さんに12月の3、4ぐらいにお母さんに、なんかもうボロすぎたから前の財布が買ってもらいました。で昨日ちょっとだけ買い物した、100均に行ったんですよ昨日。いやでその時にあのミナとご飯行くことが多くて、なんか暇だねってなって、なんか一緒に事務所とかいて暇だねってなって、あの何ご飯を食べに行くこと、マックとかしゃぶしゃぶとか結構あのその場のノリで行くことが多くて、そうそうそう。 でその時に私が、まあ私はちょっと QR コード支払いとかよくするから、みんなにその分の買い物って私がまとめて払うっ
っていうのとかがよくあるんですけど、その時になんかミナがあの札お札じゃなくて小銭渡してきて、私マジ小銭結構パンパンだったんですよ、ほんと閉まらないレベルで。で私自身が多分ねそんな小銭を使わない人だから、なんかあんま考えて計算しない。例えばさ170円で50円でもなかったら220円出せばいいんだけど、ちょっとそういうのめんどくさくて、もう200円から出してて、どんどん100円玉とか10円玉とか溜まってて、5円玉とかの方が溜まんなくて、けど昨日お買い物した時にバンバンって使ったらめっちゃ空っぽになりました。ちょっとすっきりした。なんかね本当にね、ここがもう今もちょっと膨れてるけど、こんな感じマジでなってたから、そう。でも昨日あのダイソー100円、まあ、セリアも行ったけど、まあ、ダイソー行った時にもう全部小銭で払って結構スッカスカになりました。スッカスカになりツリー。HKT ジョージとおじさんありがとうございます。子持ち師匠も見てながらねってマジどういうこと、子持ち。ああ子持ちししゃもって丸いってこと。あ、じゃあ私があの昨日100均で買ったあれを紹介するんですけど、なんかね昨日買いに行ったからもう全然なくて、そう全然なくて、せいにゃんさんプレゼントありがとうございます。なんだっけ、あ、そう、当日ってなんかあんまないらしくて、もうお正月のあのコーナーしかながもうほとんどで全然売ってなかったんですけど、なんかね博多駅のでっかいでっかい、あのなんかさもう九州で本当にな、もう一番目にでっかいぐらいのさ電車あるじゃないですか。でそこでなんか子供用のあれな、なんかそのあれな、子供用のやつなら売ってたんですよ。なんかマジモデル身長130センチってやつの、でそのカチューシャとか帽子とかを使えるかなって思って買ってみたんです。なんか意外とサイズも良さそうかなとか思って、なんか2個買ったんですけど、まあ、本当に入るかは知らないけどカチューシャとか帽子だけでも後でつけようかなとか思いまして、で後でちゃんと化粧して配信します。もう今日めっちゃ配信しようかなとか思ってるんです。ちょっとなんか暇だし、プレゼントありがとうございます。100均はいいものあるよ。それな 100均ってすごいですよね。なんかそう、でもさなんか子供用のさあれさちょっと手に取るのさ嫌だったんだよね。ちょっと恥ずかしかったから、なんか上に見えないようにパパって取って、上に見えないように他のやつ入れて隠した。でもなんかまあしかもなんかダイソー行って行ったで、なんかみんなカップルとかお友達とかいっぱいいて、なんかもう一人で歩くのもちょっと辛い。でも意外と気にならないけどね、私いつも一人で歩いてるから。
バイト行ったら体調悪くなって帰って、やだかわいそうに、バイトで体調崩した。 HKT チューズおじさんありがとうございます。でも私もあの小3ぐらいの夏じゃなくて誕生日に、私誕生日の3日くらい前からめっちゃ熱出て、誕生日当日熱出て終わりました。保健室いた保健室おった。あ、ココさん100回目の方もありがとうございます。で早退してお迎え来てもらって寝てたけど、なんか意外と微熱でもさ、それまではいいんだけど、別になんか私が休んだからかそれともたまたまなのかは知らないけど、なんかそれ以降急にあの学校でのお休みの子が増えたらしくて、なんか私がじゃなくて、多分私が先に発症しただけ、多分みんな同じあれを持ってたんですけど、絶対に、まあそういう感じですね。私全然なんもないから大丈夫。ハッピーさんありがとうございます。ヤシタンさん、なんか花束ありがとうございます。そう、誕生日でした。でもなんかまあ来年の誕生日とかさ、あのショールームたくさんしたいですね。来年の5月25日ってさ、どんな感じなの？カレンダー見てみよう。そうだよ、5月25、こんにちは。来年の5月25はサースデーでした。木曜日やった。サースデーでした。なんか意外と普通の日、土日が良かったけど、まあ予定が何も入らないことを祈りつつ、あのあれですね、予定が何も入らないことを祈りつつ、お誕生日配信したいですね。ちゃんとここ後ろ豪華にしてやりたい。なんかでも意外とすぐじゃない、なんか私もう12月だって言われて、今日までが本当あっという間過ぎたから、だから5月だってなって、5月やんってなってから、多分5月25の誕生日までがすっごく早いような気がして、ね、多分生誕祭バージョンであるから、それまでにあの覚えないといけない、ちゃんと。とかもうなんかもうロッキーのあれ始まるならさ、早く覚えてさ、あのロッキーの生誕祭とかもさ、なるべく出たいからさ、ね。制服の飯しか覚えてないから、毎年家族です、います、あのお誕生日ケーキ買ってですね、おばあちゃんとかも買ってもらいます、なんか欲しいもの。でなんかやっぱ前が短くない、なんか気合いすぎた本当に。27日に、なんかさ、でも明後日じゃん、意外と時間ないですよね。あ、139日目、本人不在だ。なんかさ、それするよね、なんか一緒のさ、おたとものことさ、あのやるのとかすごい楽しそうで、
新年のお参りって決まった。なんかおばあちゃん家とかに行ってるならおばあちゃん家の家の近くなんですけど、行ってない時とかなんかおばあちゃん家から帰ってきた時とかには普通に自分の近くの家の家の近くのあれとか行きます。なんかお参りでも行きますね。なんか新年おばあちゃんちの場合は1月1日にお正月、まあ、1月1日になんか神社かな、よくわかんないけど多分神社にお参り行って、でその帰り道になんかしょなんかさイオンとかさ夢タウンとかわかんない、なんかそういう系タウン何だっけ夢夢タウンイオン入れたのかなに行って、やめたんかな、なんかさやめたんってさこっち側しかないないらしい、はもう全国共通な、イオンとかは全国共通だけど、なんかあれなんやめたんとか東京とかいったらあんまない、ゆめたんに行ってなんかそこでちょっとお買い物したりしてあれです。東京ないですよね、イオンは全国だけどゆめたんはないらしくて、まあそこに行ってあのちょっといいところがとかもお買い物して終わります。でも私のクリスマスはよくわかんクリスマスじゃないお正月はよくわかんない、ハウステンボス私昼しか出ないからそのまま帰る、昼終わったら帰るのか結構時間あるからその間に帰るのか、なんかそれとも待ってなきゃいけないのかとかいろいろわかんないけど、なんか帰れるなら親戚の家行こうかなとかも思ったり思わなかったりって感じですね。そうでもなんかあんまコロナだから、まあ、今年はだいぶあんまコロナって感じじゃないけど、去年とか一昨年はコロナが気になるからあんまり親戚で集まんなくて、そう親戚で集まんなくてなんか普通にやったみたいな感じでしたね。のよくわかんないから、ねバスでた、うん多分被害なんかまあそのまま帰りそうじゃ帰りそうだけど、なんかよくわかんないけどって感じですね。そういう感じです。帰れたら帰りたいなとか思っておばあちゃんち。あ、国明さん100回目のおまりがとうございます。年越しの時ジャンプしない、でもなんかおばあちゃんちって紅白とか見てるからもういつの間にか過ぎてたりする。あでもなんかするのかな、なんかのりなんかいとことかで、でもお年玉は
あの全部貯めてます今のところ。なんかでもお母さんたちからまだお年玉は使うけど、でもなんか別にもうなんかさ、お年玉っていうかもう年時にお金もらって、たあのお金もらって遊び行くってことがほとんどだから、もう多分全部貯金に回しますね。で紅白、そう紅白あって、それで大体2時くらいになったらもうなんか、なんか大体さ1時とかになったら紅白ってもう終盤らへんになって、なんか最初の方にさ結構さ今話題のみたいな感じのさグループとかさ枠があって、その後にあれじゃないですか、あのその後にあのなんかもう終盤に入りつつみたいな感じになるから、そこの終盤に入りつつはもうなんか眠たくて寝ちゃうね。いつもどっちを紅白はその時による。でも最近アンカーが買ってる。なんどうなんだ紅白は。でも去年とか若いにした気がする。なんかさ夜遊びさんとか、あのアドアドさんはあれなんですかね、赤とかでも白とかでもないくくり、なんか、まあ、よくわかんないけど貯金してないんですか。なんか貯金して将来の一人暮らしのやつとか結婚した時とか結婚できないけど、まあ、結婚した時とかにとか、なんかそういう将来のために取っとくお金、なんかそれ使って少しでも生活できるようにって感じです。そうに貯めて使ってます。なんかお母さんの家が多分そういうあれだったから、そう貯めてますね。私さんはそうなんかそういうことです。今貯金いくら？わかんない。なんか口座がよくわかんなくて。あんまり見ないかも。まあそんな感じ。5000円はね、その、うん、全然あるけど。あ、でも。って感じですね。クリスマス。お貯金は一応してって感じですね。で紅白今年何が出るんでしょうね。あんまりよく分かってない。でなんかあれ見た M ステもう見て、ちょっと冬味わいつつ、本当にもうクリスマス冬なんだなと思う。
そう、 AKB メッセ出てましたね。新章なんか猫みたいな感じ、可愛い、なんか赤紫って感じの。いつもね、紅白はね、あのなんかあのおばあちゃん家に行ってる最中にもう始まっちゃって、なんか車の中で見るとかよくある。なるべく間に合うようには行きたいから、やっぱ混んでたりするから。大人になって親に私の貯金どうなったって聞いて、それ知らないとかどうしますか。困りますね、それは。私のお金をフレンちゃんはそこから、そうあげたんです。なんかさ、紅白とかさ、なんかあの、あ、私なんか NiziU も好きだから、紅白からハウステンボスまでどれくらいの時間、3時間2時間くらいなんじゃないですかね、よく覚えてないけど、多分そんくらいだと思っておりました、ずっと。今日は27日でもって、あ、ありがとうございます。それ私のためにってことですよね。なんか違うとか言ったらさ、なんで私に行ってきたって、なんか多分そういうことと信じて、ね、お見送りも多分できるから、ね、ちゃんとお見送り中学生9時までできないこと なかなかないけど、最近立体的なうちわね、なんかあと光るうちわとか結構多くないですか、ね、結構見やすい、そういううちわ。まあペンライトがなんかたくさん、あおいちゃんさんありがとうございます。ってなんて言うんだ、ビーバップ団長さんありがとうございます。まあ本来のクリスマスなら たくさん食べたいところですが、もう食べないって決めた今日明日は。からちょい我慢。なんか暖房つけてるんですけど全然寒く、暖かくならない、めっちゃ寒い今。でもなんかそうです、なんか最近本当に太ったかなとか思い出して、その前の私に比べたら
なんか見た目はよくわかんない、なんかさ毎日見るもんだから見た目って、だからさ徐々に太ってもわかんないわけだけど、なんかそう体重がすごい、まあ、筋肉増えたとかいろいろ言い訳はできるんですけど、までもなんか冬って冬ってあの冬って痩せやすいらしいんですよ。冬ってなんか痩せやすいらしくて、なんでか知らないけどいいこと聞いたって思って、だからちょっと冬頑張ってみようかなとか思って、でもなんか冬って寒いから外歩いていくとかがなんか嫌なんですよね、できない寒くすぎて、だからめっちゃもう来てもうめっちゃ歩いてにしようかなとか思って、そうお正月舞台どうだろうね、私ねよくわかんないんですよね、なんかあんま変わんないけど、まあ年齢も年齢だしね、あのまあそういう年齢になってるっていうのは承知済みなので、そう成長期ですから承知済みなんですけど、まあ、こういうあれにをしている以上太って、えなんか太ったとか言われるのは本当ごめんなんで、ごめんなんで勘弁なので、そう高野さんありがとうございます、欲しい、でもまあまあ森翔さんプレゼントありがとうございます、でももう私新酒飲めないからさ、なんか食べてもって感じはないんだよね、別に食べて新酒飲めるとかないから嫌だ、あバグった最悪、バグったわ、ちょっと一旦いいですか、えマジバグった、こうやってどうやって直すんだろうね、バグった、わしんさんプレゼントたくさんありがとうございます、ひょしだよさんプレゼントありがとうございます、なんかさこれたまにバグるのがなんかショールーム配信側はなんか配信者側はなんか右下になんかあるんですよ、そのボタンで、それを押したらコメントとかもできるし、あコメント見れるし、あのランキング見れるしプレゼントギフトとか見れるんですけど、なんかそれ何もしてないのにギフトが流れてて、リキストログなりが表示されててコメント見たらその重なってなる、わかるかな、そのギフトのやつとコメントとか、まあ、なんかいろいろ重なって、まあもうしょうがない、もうそれ終わろうと思ってるからちょっとまあ我慢できる、あいいかなって思ってます、
ろ終わろうかなとか思ってたので、じゃあもうちょっと終わりますね。ちょっと配信止まっちゃった。はい、13位三角さんありがとうございます。12位せいにゃんさんありがとうございます。11位こうへいさんありがとうございます。10位ペシさんありがとうございます。9位あきちゃさんありがとうございます。8位しんさんありがとうございます。7位かべちょうさんありがとうございます。6位あっくくんさんありがとうございます。5位赤いビューフォンさんありがとうございます。4位あおいちゃんさんありがとうございます。3位森潮さんありがとうございます。2位りかさんありがとうございます。1位たかのりさんありがとうございます。ありがとうございました。次はいつするか分かんないんですけど、する5分前ぐらいにちゃんとって言わないけど、まあする5分前とか10分前とか20分前とかにやろうかなと思います。ありがとうございました。さようなら。